スレルジャム。皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は長野県のフィッシングスポット、平安フィッシングスポットさんの方にお邪魔しています。こちらは管理釣り場になっておりまして、ルアーフィッシング、フライフィッシング、天からなどの、まあ、多岐にわたるですね、釣り方もできるということで、かなりね、お客さん朝から来てました。この日は結構ですね、冷え込んでたので、もう本当に寒かったです。私はフライフィッシングで、フライはですね、トラウトガムを使っていました。こちらの管理釣り場さんはトラキンと呼ばれるですね、トラウトキングトーナメントですね、トーナメントを開催している場所になりますので、まあ、私が釣ってるニジマスのアベレージサイズはこちらに今映ってるようなサイズがほとんどになります。まあ、大きい個体もですね、ヤマメとかも、います。伊藤も いると思います。まあ、場所によってですね、魚の釣き方が違うもんですから。おお、とっ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 と、時々ですね、大きいのがかかったりしますので、まあ、油断してるとですね、ハリスを切られたりします。比較的足場が高い方だと思いますので、ちょっと長めの柄のついたですね、ラバーネットを使うとランディングしやすいかなと思います。このようにですね、まあ、かなり入れ食いの状態で結構な本数をですね、することができました。こんな感じです。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。